とことんやり込む。どうも、なおちんです。本日も妖怪学園 Y、YY 学園生活やっていきます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、やっていきましょう。ミケッティオ出てきましたね。で、そろそろ、仲間になるんではないでしょうか。バケーラから、ミッションスタートですね。どんな話になるんでしょう。おかしいぞ。どうした？何がおかしい？体のあちこちがムズムズして、チクチクして、おでん。この感じ嫌だ。なんとかしてほしいと。それは多分ミケッティオが出ようとしてるんだろうね。はい、経験値うまいな。28000、すごい。挑戦だ。なんか体が変なんだと。どうしたんだよ。道に落ちてるもんでも食ったのか。わ、食ってそうだけどね。みんなことするか。まさか。おおお。あっちょ。引っ張られると。これは変身する。いけない。わ。お前この前の。ミケッティよ。おいおい。マジかよ。そうか、やっとわかったぞ。俺様の3つに分かれた体をやっと元に戻せたと思ったが、どうやら俺の体はある人間と接触し、そいつに心を開いてしまったようだ。そのせいで体が再び分離したがっている。お前がいると俺が完全復活を遂げられないではないか。そういうわけでお前には消えてもらう。消えてもらうだと？俺。せいぜい泣き叫べ。その方が俺様も楽しいからな。こいつ。どうだ。俺様のルックスから来る圧迫感。アップルパン。恐怖。豆腐。絶望。全然違うだろうが。まあいい。早速死ね。そうだ、今こそあれを。おお。これは俺様を長いこと封印してやがったあの首輪か。おい、あれって確か。いや、上手につけたね。ミケッティを制御するためのもの、そういう話だったな。おお、そんでどうするんだ。どうするんだろう。直下先輩。そんなこと言われても。なんだ、使い方知らねえのかよ。ビビらせやがって。俺様の爪で引き裂いてやる。おい、ヤバくねえか。確かこいつ最終兵器みたいな扱いだったよな。どう考えても勝てねえだろう。ああ、ここは引くぞ。引くってどこに。病院の裏にある森は木に紛れればそう簡単には見つけられないはず。よし、とにかくそこに行くぞ。そうだ、逃げろ逃げろ。いや、思いっきり話聞かれてたと思うんだけどね。逃げる虫けらを追い詰めて殺すのは気分がいいからな。あ、戦闘あるんだ。いきなり現れたのか。どういうこと。聞いていた通り、世界を滅ぼす邪悪な力。あ、これ、敵は倒さなくていいの。おお、まあまあ、とりあえず森まで行けってことですね。行きましょう。 OK。 あ、まあまあ、急げ急げ。とりあえず敵倒さんでいいから急ごうか。はい、まあまあ、森あたりまで来てるよ。
はい、OK。よし、よし。OK、ギリギリ。ここまで来れば大丈夫だよね。それにしても、厄介な奴に目をつけられたね、ジンペイ君。くそ、いきなり何なんだよ、あいつ。エンナって人の話だと、あいつが私たちの切り札なのよね。あんな危険な奴、どうやって味方にしろって言うの？かなり難しいんじゃないかな。現に命を狙われているわけだし。こんなところにいたのか。簡単に見つかってるじゃん。いい表情をするじゃないか。その顔、もっと恐怖で歪めてやる。戦うの？あ、いやでも大したことはないか。あ、変身できるの？できるの？ミケッティオでバケラもいないと思うんだけども、変身できるんだ。あ、あれ？なんだ？消えた。やらせねえと。あれは、ジンペ君、ここは僕たちが、この隙にどこか遠くへ。え、どこに行けっていうの？今のうちに逃げるんだ。って言われても、どこに逃げればいい。え、ちょっと待って、なんか、あの、勝手に戦うんだけど、これ何？僕は水が苦手って言うでしょ？わかった、海だな。あのね、え、なんだ？これ勝手に動くんだよね。え、なんで、なんで、ちょっと待って、勝手に戦うんだ。え、なんだろうね、これ行きたいんだけども勝手に動くの。え、な、え、待って待って待って、不具合かこれ。おー、ちょっと待って、よし、オッケーオッケー、ギリ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 だ。ちょっと待って、戦うな戦うな、なんかね勝手に動くんだよね。なんだろうこれ、勝手にね動くの。これオート戦闘みたいなやつこれ。いや、ダメダメダメ、オート戦闘とかしちゃダメだし。なんだろう、もうこの回避をしながら動くしか、こう動く方法がない。おっしゃ、着いたぞ。ここなら大丈夫なんだよな。でも猫って言っても妖怪だし、通用するのかな。わかんないけど、次の隠れ場所考えといた方が良さげじゃね。と言っても屋内は他の生徒を巻き込むかもしれないしな。その必要はないぞ。早、もう来てる。お前たちはここでバラバラに切り刻まれるんだからな。やっぱダメじゃん。もうどうすればいいの？困る。叫べ叫べ、命乞いをしてみろ。やっぱりだ、俺何もしてないんだけどね、勝手に動くんですよね。え、これなんかオート戦闘みたいな設定になってない？いや、そんなのむしろあった？なんかおかしいんだよね。え、どうにかできないのかこれ。あ、コマくんになると全然普通だ。え、なんだろうこれ。ならもうメラにしとこう。もう勝手に動かれるとたまらんわ。はい、逃げよう。あー、なんかあれか、ミケッティよりちょっと操られてる感じなの。
いや、わかんないけど、全然やりにくいよ。全然やりにくい。なんだろうね。まあまあ、行きましょう。はい。勝手に動かないならば、もう楽勝だよ。うん、足の遅いね。メラですら、全然余裕でいけるし、敵もね、レベル弱いんで、倒す必要はないね。全く、ああ、ここは、砂漠は、やばくないか？ラント君が、消されたところ、だよね。いや、わからん。ゲームでは違うかもしれないしね。よし、到着。え、簡単？どう、ラント君。周囲に奴の気配は感じないが。やっと逃げ切れたってことか。よっしゃー。そんなわけないだろう。何か手はないのか。何？首輪に文字が。すごい技術だ。さあ、いよいよ死ね。仕上がった。力が抜ける。やった！これでミケッティを制御できる。制御だと？調子に乗るなよ。貴様ら全員血祭りにあげてやる。ジンベイ君。おう。猫にまたたび。クソが。おいおい、この辺にしとこうぜ。皆さん面白そうなことやってますね。出た、エルズメキア。私も仲間に入れてちょうだい。ふざけるな。特にそこの強烈猫ちゃん、面倒になる分消えてほしいな。ああ。というわけで、ここで新たなワンちゃんキャラを紹介。あー、これはアニメと同じ展開だ。それがし、ピットブルと申す。依頼され、人を殺める家業を生業としておる。お主らにこれといった恨みはない。これがそれがしの生きる道ゆえ、許されよ。強いのか？犬っぽい奴らが出てきたぞ。しかもすごい強そう。もう勘弁して。宇宙の殺し屋。この首輪さえ何とかできれば。それじゃ、早速あいつらを始末してくれる？見たところ、年端もいかぬ子供ばかり。このまま死ぬのはさぞかしい暮らしか。
だがそれがしも鬼ではない。せめて最後の時を過ごさせてやる。はあ、ちょっと何言ってるの。私たちがこのまま逃げるとは考えないのか。そんなつもりが毛頭ないことぐらい、お主の目を見ればわかる。そう、戦士の目を見れば、基地へ向かう覚悟ができたならば、この場に戻ってくるがいい。せいぜい楽しい時を過ごすのだな。勝手なことを。なんでワンちゃんって言うこと聞かないやつばっかりなの。え、クリアなの？クリアなの？それで、まあ特に、大きな問題もなくクリアすることができました。戦いはそんなになかったね。でも途中でね、なんだ、陣兵が勝手に動くやつ、あれがね気になるね。もしかするとなんかミケッティオの呪いみたいなやつなのかもしれません。メラにすると解決しましたけどね。はい、まあ、次はですね、ピットブル戦うと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいやっ。